ははいこんにちはです今回は「筆グルメ30」について初心者向けに Excel で作成した住所録の取り込み方法さらに年賀状の裏面デザイン面について「筆グルメ30」に搭載しているデザイン面ではなく他の無料のサイトから年賀状のデザインをダウンロードして使用する方法例えば「はがきデザインキット2023」の「 デザイン面をですね、使用する。またはその他、無料のテンプレートサイトからですね、ダウンロードして使用する方法。これらについて、今回、初心者向けに解説していきます。はい、まずはですね、Excel で作成した住所録について確認しておきます。こちらの画面見てもらって、まずは Explorer 開いて、住所録の場所を開きます。今回であればですね、ドキュメントホルダー、 この中の下の方を見てもらって、こちら、重書録25っていうのがあります。この中に入ってます。はい、こちらの画面ですね。この中に重書録 01CSV と重書録 02XLSX っていう拡張子があります。この拡張子 CSV、拡張子 XLSX、この二つはどちらもですね、筆グルメ30で 取り込むことはで,きます,ですので、どちらを使用してもいいんですけど、今回はですね、CSV を使用していきます。この CSV についてなんですけど、CSV であれば基本的に中身がですね、テキスト形式なので、いろいろなソフトでですね、汎用的に使用することができます。はい、ではですね、こちらの CSV の住所力どうなっているのか確認しておきます。はい、こちら見てもらってですね、一番上に、 氏名、振り仮名、郵便番号、住所ってあります。そして住所についてなんですけど、よく住所1とか住所2っていうふうに分かれている場合があると思うんですけど、今回はわかりやすくこの住所っていう一つのセルの中にすべて表示してます。内容としてはこのような CSV になってます。この CSV を取り込んでいきます。はい。ではですね、筆ぐるめ30を起動します。 この画面表示されたら筆ぐるめを使う。はい、ならですね、筆ぐるめ30が起動したと。では、この状態で新規にですね、Excel の住所力を読み込んで作成する方法。この画面上の、こちら、住所力データの読み込みってあります。こちらをクリックします。ならですね、筆ぐるめ外部データの読み込みっていうこちらの画面が表示されるんで、 先ほどのですね、Excel の住所録を選択します。今回であれば、ドキュメントの、こちら、住所録25、こちらのホルダーをクリック。こちらの CSV を選択して、開くをクリック。なら、自宅か会社かって出るんで、自宅をクリック。はい、そうすると、こういった画面が表示されます。この画面表示されたときに、 一つ重要なポイントとして大きくします。ここですね。一レコード名を項目名とする。これにチェックを入れてあげます。これはどういったことかっていうと、先ほど Excel の住所録を確認したときに、最初の一行目に、氏名、振り仮名、郵便番号、住所録っていう項目があったかと思います。一行目を項目名としている場合は必ずですね、こちら、チェックを入れてあげると。 では、この状態で確認していきます。まず、こちら左の方ですね。この左の方が先ほどの Excel の住所録の内容が表示されています。今回であれば、氏名と売り仮名、郵便番号、住所録、この4つが先ほどあったかと思います。ですので、この4項目が表示されていると。で、右の方が今回作成する筆グルメの住所録になります。 この左と右の方でですすね、項目が合っっててるるか確認するってこと。今回であれば最初の「001」「氏名」右の方「氏名」のところに「001」「名前」が入ってるんでこれで一致しているってことになります。その次「002」「ふりがな」こちら見てもらうと「氏名の読み」「氏名の読み」っていうのは「ふりがな」のことそこに00「002」「ふりがなが入ってるんでこれも一致しているってことになります。 その次、003。これは郵便番号なので、ずっと見ていって、こちらの郵便番号と自宅郵便番号のところに003が入って、郵便番号が表示されているので、これも一致しているということになります。同じく004は住所。こちら見てもらうと、自宅住所で004になっていると。これも一致していると。今回であれば、この4つで正常に一致しているので、問題ないということになります。 このまま作業を進めていい、くと。はい、このようにですね、左と右の項目が一致しているかよく確認して作業を進めていくと。では、この状態で右下の変換、実行、こちらをクリックと。なら、実行しますかって出るんで、はいをクリックと。今回であれば、新規に作成するので、新規に住所録として登録、上の方を選択してます。もし、すでに住所録を作っておいて、 その住所録に追加したいんであれば、下の方ですね。既存の住所録に追加。こちらを選択すれば良いかと思います。今回は何も住所録作ってないんで、新規で作っていくと。上を選択して、次へをクリック。なら、実行しましたって出るんで、OK をクリック。そして、新規に作成する住所録の名前ですね。今回はこの規定値にしときます。ここはですね、自分で好きな名前を設定してあげると。 OK をクリック。はい、そうすると、こちら、左の方にですね、住所録が出来上がったと。ではですね、こちらをダブルクリックすると。はい、そうすると、この画面、郵便番号があって、住所録があって、名前が表示されていると。さらに、この左の方、フリガーもきちんとですね、表示されています。はい、これでですね、正しく表示されているのが確認できるかと思います。 はい。ではですね、フォントの種類を変更したい場合ですね、この右上の、このフォントっていうところをクリックします。ならこのようにフォントが表示されます。そして、このフォントの種類なんですけど、数なんですけど、これはですね、自分のパソコン環境によって変わってきます。これずっと見ていくとたくさんあるように見えるんですけど、これはですね、 自分でフォントをインストールしているかインストールしていないかの違いです。通常年賀状ソフトをですね、購入すると、フォントが何種類か入っているので、そのフォントも含めてここにですね、表示されます。その他は私の場合ですね、フリーフォントっていう無料のフォントをですね、たくさんインストールしているので、このようにですね、たくさん表示されてます。今回こちらにしておきます。こちらわかりやすい方もいます。 であとはですね、この差出人のところですね、自分で差出人を作成すればよいかと思います。今回であれば、この上の方に差出人ってあるんで、こちらをクリック。ならですね、左の方に氏名と住所を入れるところが出てくるんで、名前を入れていくと。これで完成ってことになります。そして出来上がったものはですね、保存しておくと。この画面上の左、保存ってあります。 こちらをクリックして上書き保存、新規保存、別形式で保存。今回であればですね、そのまま上書き保存で良いかと思います。こちらをクリックと。これで保存できたと。はい、これがですね、Excel の CSV 形式の住所録を取り込む方法になります。はい、ではですね、その次、デザイン面について。この画面の上にある 裏レイアウトに切り替え、こちらをクリック。そうすると、こちらの画面表示されるんで、左の方を見てもらって、年賀状の縦か横かってあります。今回であれば、うさぎの縦。通常であれば、この中からですね。例えば、和風とか、フォーマル、スタンダード、こういった中からですね、選択して作ると。今回は、この筆グルメ30に搭載されている テンプレート素材ではなく、無料のテンプレート素材からダウンロードして使用する方法。例えば、こちらの画面、ハガキデザインキット2023の公式サイト。このハガキデザインキットのデザインを使用することができます。どうするかっていうと、この画面の左、作るってあります。その中に、年賀状クイックサーチってあります。こちらをクリック。 ならこの画面表示されるんで、ずっと下げていって、いろいろですね、項目があるんですけど、今回はですね、えっとデザイン、こちらをクリックします。ならですね、たくさんテンプレートの素材があるんで、この中からですね、好きなものを選択すると。今回どれでもいいんで、例えばこちらにします。この素材を使いたいっていう場合ですね、そのままダウンロードをクリックします。 そうすると左下ですね。ダウンロードされたと。エクスプローラー開いて、ダウンロード先を開きます。そうすると今ダウンロードしたファイルですね。ZIP 形式になってます。ZIP 形式っていうのは圧縮されたファイルになります。ですので、このままでは使えないので、一回展開していきます。回答するとも言います。 Windows 10, Windows 11であればですね、そのまま右クリックして、その中にすべて展開ってあります。こちらをクリック。なら回答先が表示されるんで、そのままですね、展開をクリック。そうすると、ファイルがですね、表示されます。この画面ですね、閉じておきます、はい。今ですね、白紙になってるんですけど、選択している場合ですね、絵柄が表示されている場合ですね、 一度ですね、白紙の方を選択しておくと。この状態で上にあるレイアウトの隣、背景ってあります。こちらをクリックします。背景をクリックすると取り込みっていうボタンが表示されます。レイアウトの場合だとですね、この取り込みのボタンを選択することができません。なので背景の方を選択すると。そしてこの取り込みボタンをクリックすると、ファイルから取り込みってあるんでこちらをクリック。 で、先ほどの解凍した展開した場所を開くとダウンロードのこのホルダーその中にファイルがあります。こちらを選択して開くをクリックと。ならですね、この左下取り込むことができたと。こちらをクリック。そうするとこのようにですね、使用することができます。ではその次ですね、無料サイトからもう一つダウンロードしていきます。 はい、今度はですね、こちら、ブラウザ工業が提供する無料のテンプレート素材。こちらの公式サイトからですね、ずっと下げていって、ここにベーシック年賀状ってあります。今回こちらをクリックと。ならですね、素材のページが表示されるんで、この中から選択していくと。これ見てもわかるようにですね、たくさん素材があります。ただ見てもらうとですね、これ横向きになってます。 横向きになってるんで、縦向きのものを選択すると。2ページ目を見るとですね、縦向きになってます。今回こちらの素材にしておきます。こちらをクリックと。で、選択すると、この画面が表示されるんで、下にダウンロードってあるんで、こちらをクリックします。そうすると、左下、ダウンロードされたのがわかるかと思います。で、エクスプローラー開いて、ここでですね、ポイントなんですけど、ダウンロード先を開きます。 はい。そうするとですね。先ほどのハガキデザインキットの場合はですね。ZIP ファイルとして圧縮された状態でダウンロードされたと。それに対してブラウザー工業の素材はですね、そのまま圧縮されずにダウンロードできたと。これ以外にも無料サイトによってはですね、無料になっているんですけど、アンケートにですね、答えないとダウンロードできないようなサイトもあります。 サイトによっっててダウンロードのの仕方が変わってくるので自分でで対処すす。る必要がありますではですね、今ダウンロードしたこちらのファイルですね。これもこの画面でですね、そのまま取り込みをクリックして、ファイルから読み込み。こちら場所を指定して、こちらを選択して、開くをクリックと。そうすると取り込むことができたと。で、こちらをクリックすると、本ように設定することができます。 はい、今回の筆グルメ3時の使い方は以上になります。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。